掃除、厳しい寒さも和らぎ、日々の目も春の支度を始める季節となりました。本日久田学園を旅立つ卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。ありがとうございます。在校生一同、心よりお祝い申し上げます。今日ここで晴れて卒業式を迎えられる皆様の胸の中は、今どのような思いがあるのでしょうか。先輩方にはコーラスをはじめ、球技大会や食アレンジメントコンテストなど、さまざまな活動で大変お世話になりました。特に教育発表会では、最上級生として私たち後輩を引っ張り、大成功へと導いてくださいましたね。きっと私たち後輩にはわからない困難や葛藤に苦しんだこともあるでしょう。しかし日々を共に過ごした先輩方の姿はいつも大きく自信に満ち溢れているように見えました。そして先輩方と出会って今日まで、本当にあっという間でした。しかし今まで先輩方と築き上げた一つ一つの思い出や、先輩方が私たち後輩に残してくれたたくさんの贈り物の数々は、ここで一言に語れるものではありません。今日この時を最後に、先輩方とのお別れです。お別れという言葉の響きは何とも寂しいものですが、それは同時に新たな出会いを意味しているのだと思います。これから先たくさんの出会いがあり、その中には今まで以上の困難と出会うこともあるでしょう。しかし私たちが心から尊敬した先輩方には、きっと明るい未来が待ち受けているはずです。先輩方の卒業後、この久田学園の伝統を背負っていくのは私たち後輩の役目となります。その役目をしっかりと受け継ぎ、これまで以上の新たな伝統を築いていきたいと思っています。しかしまだまだ未熟な私たちです。時々先輩方の力が必要だと感じる時があると思います。その時はどうか私たちを励ましてください。何年経ってもここは大切な人と巡り合え、大切なことを学んだ私たちの母校です。いつでも帰ってきてください。最後になりましたが、卒業生の皆様のご健康とさらなるご活躍を心よりお祈りするとともに、精一杯の感謝の気持ちをここに表し掃除といたします。平成30年2月23日。